エオテニ2続き遊んでいこうと思います。前回からね、もうちょっと修行して、能力値を結構上げてきました。パワー48で、残り42っていうね、割とバランスよく育ててはいるんだけど、いや、なんとか錦織 J 男にさせたいね。中国、フューチャー25、これだ。やっていこう。一生でもさせてあげたい。ルオいるかな？あ、ルオいないわ。欠席か。無効なんだ、これ。なにこれ？なんか能力が下がってる。あ、お互いに下がってる。なんで？あ、でもなんかステータス的にはさ、こっちの方が勝ってるわ、余裕で。これ勝たなきゃいけないな。これ絶対勝たなきゃいけないわ。向こう名前シャアだわ。赤い彗星だ。いや、なんとかしてでもね、勝たせてあげたいわ。一生プレゼントしたい、俺が J に。今んとこ人生勝ちなしの男だからね。聞いたことないよ、俺。負けなしの男は知ってるけど。勝ちなしの男は俺嫌だよ。だって立ち位置的には錦織 J テニス愛好クラブの部長とほぼ同じだからね。これ状況的には選手がサーブを選びました。向こうがサーブ打ってくるのかなってことは。うわ、ちょっと緊張すんな。格下だけに。どうだろうな。成長させた感じの今感覚あるかな。変化球とか、なんかやってきた。あー、でも球速いこれ。パワーあるように見えないんだけど、俺の打球。これどうだ？うわ、すげえ。なんか向こうの方が、どうだ？向こうの方がなんか球速い気しない？なんか。うわ、ギリギリ打ってくる。強い。振り回されてる俺が。あの J が？あの勝ち知らずの J が。いけ。相手真ん中に戻るの早いな。楽しくテニスしてます。アウト。今見てるね、審判。アウト。アウト。これはちょっと儲けたな。えい。あんまり打球速くないよな、俺の打球。トップスピンとかもかける。あ、今入った。あ、入ったんだ、今。ギリギリ狙ったな、これ。あ、ギリギリ。スライスとかもかけちゃう？アウト。いや、すげえ、入んない、向こう。向こう、疲れてるのかな？見て、審判、目いいな。よくわかる。しかも、向こう、チャレンジしてる、生意気。生意気じゃない、なんか。潔く認めろ、負けを。なんか、昔の、あ、待って。向こうに点入ったのか。なんで向こうに点入ってんじゃん。なんなんだよ。くそ。許せない。何がシャアだ。あ、3倍なのか、こいつは。アウト。またアウト。あ、俺の点数だ。なんか昔の俺を見てるみたいだ。シャア。昔の俺を見てるみたい。初大会なのかな、こいつ、シャア。過去の俺か？これどうだ？これどうよ？これ届くの異常じゃない？あ、これギリギリ。今のすげえ、今のスナイパーだ。どうだ？アグレッシブフラットスピンなるものを使ってみる。どっちどっちどっち？どっち？言って。あ、いい。勝ってる。向こうのなんかミスが多いね。向こうミス多いね。勝敗予想。ごっぱちで俺が勝ってるわ。いいね、フォルトいいね。フォルトいいよ。そのまま失敗して。失敗しろ。パン。フラットスピンになるもの。すごい、アウトばっかりだ。勝った。単純に向こうがさ、ミスってるだけだけどね。よしよしよし。
いやいや、そんなにガッツポーズすることでもないと思うんだけどね。向こうが失敗しただけだから。そんな喜ぶかな。俺決めてないからね。俺何にも決めてないよ、今。全然勝った気しないけど、まあ、これも一生は一生なんで。誕生日おめでとう。ハッピーバースデー、ニシゴリ J。今日から君はテニスプレイヤーだ。あ、強い。向こう強い。能力が高え。なんで俺下がってんだろうな、これステータス。全部45じゃん。右上の6っていうのは何なの、あれ。あれ何、ラッキーナンバーとかそういうこと？好きな数字書いてるのか、6って。カルベさん？向こうカルベさん。1回戦目の相手から急にレベル上がるよね。全部能力45かよ。フューチャーか、本当に。未来担う、未来をもう担ってる人でしょ、これ。能力的に。これからの人っていうよりかはさ、今の人じゃん、もう。くそ。カルベ。いい感じに焼けてるな、色。やっぱ1000ギリギリ狙わないともうダメなんだろうな。じゃないともう勝てないんだろうな。いくわよ。うん。ちょっとふてぶてしくないか、向こう。ふてぶてしいぞ。ふてぶてしいテニスやるな、向こう。アウトだ。狙いすぎたね、これ。どうなんだろう、向こうの失敗待ちとかでいいのか。あ、これギリギリだな。ちょっと危ないな。なんかかけてきたが、こっちもかけるぞ。スピン、ギリギリ。うわ、待て。いいボール打ってくるね。ギリギリ。うわ、やばい。これは振られる。これは振られる。これは振られる。でも練習の成果。走れるぞ。J 走れるぞ。J 走ってる。躍動してる J が。食らいついてる、ボールに。やばい。でもちょっと。あ、よかった、よかった。よかった。いや、ついていくのがちょっと精一杯だった。ああ、今取れたのちょっと美味しいな。相手の失敗待ちもありだな。スライスか。いいね、いいね。なんで今後ろ、勝手に後ろに下がるな。ギリギリ。いけ。あ、アウト。ああ、よかった。スマッシュってどうやって打つんだろう。ああいう浮いた球さ、パチコーンやりたいんだけどさ。おい、おい、何眺めてんだよ、バカ。何 J 眺めてんの？俺ちゃんと、打てっていう命令、反抗期か。こっち。うわぁ、あそこっちか。アウトだ。いいぞ、カルベ。カルベこれ勝てるかもな。スライスか。スライスには、何で返せばいいんだろう。フラットスピン。ギリギリ。やばい、ちょっと待っちゃった。打ちやすい返し頃のボール打っちゃったな。どうだ。スライスでちょっと手前に打ってみるか。あ、アウトだ。あー、よかった。今ね、入ってたら返せなかったな。あ、向こうそうか、俺が1点取ったのか。いい声だね、カルベさん。カルベさん、いい声出すね。お、ドンキーコングじゃん。行くわよ。返しゴロ。パチコン俺決めたいんだけどな、自分で。いいぞ、いいぞ、いいぞ。入った。走らせてる。アウトだ。ついていくのがやっとか？カルベ。俺がパチコン決めたいんだけどね、でも。おい、何やってんの？時々言うこと聞かない。なんでだろう。一瞬軽いフットワーク見せて、
右行くと見せかけて左に行っちゃったから、俺を騙した。ジェイが仲間だと思っていた、相棒だと思っていた。前にちょっと来させるか。左右だけじゃないんだ、テニスは前後もあるんだ。それを忘れていた俺は。ギリギリ、うわっ、入れ、入んなかった、入んなかった。今のもったいないな。ちょっと攻めたのが範囲かな。向こうのが能力値高いんだ。いいね、なんか踏ん張ってる時みたいな。お腹痛いのかな、お腹痛いのかな。その踏ん張る声やめろ。行くわよ。まあセオリーとしてこの左右に振らしてポン。おお、これいい、今の決まったぞ。そっか、前にやっぱ打つのありだな。左右揺さぶらせ後前、それいいな。ちょっと俺の戦い方見つかったかもしれない。やっぱこれまずい、これまずい、これまずい、これちょっと一回後ろ下がりたい、一回後ろ下がろうね、一回。これまずい、これまずい、これまずい。優しい、優しかったぞ。こうここら辺からの、からのこう、これよっしゃっしゃっしゃ。ちょっとねテニス偏差値ちょっと上がってる、俺が、俺のテニス偏差値上がってるぞ。こういう、いいね、カルベ。もう一回ネット行こうか。俺の点数入るから。俺に1本入って、俺が勝つから。2-0 で勝ちます。フォルト？フォルトだ。もう一回ミスったらアウトか。もう一回ミスれ。ミスないか。これ、あ、今のか。俺は反応したぞ、 J 言っとくが、俺は反応したぞ。丸ボタン押したぞ。あ、待って、あ、今アウトか。すまない J、 ちょっとこれは J に謝るわ。うん、本当に申し訳なかった。今のはお前はアウトになるっていうのを分かってたから見逃したんだな。何も言えねえ、何も言いたくない。もうこれでもさ、3回戦あってさ、次決勝があるんでしょ。ちょっと待って、これ優勝遠くね。俺はあと1回2回3回、優勝3回か、3回勝たないとフューチャーズ25優勝できないんだ。うわ、これマジか、結構きついな。